はい、新時代創価学会の皆様こんにちは。今日も引き続いてですね、新版信仰の指針、所沢市の能安寺のご住職水島光昭御尊師の本ですね。お持ちの方は398ページ、現代の一教というところでございます。一緒にシェアしていきたいと思います。中国四川省で大地震とミャンマーを襲ったサイクロンはおびただしい数の人命を奪った。先のインドネシア沖大津波と最近の自然災害はその頻度と犠牲者の数がですね、以前とは違っている。明らかに天と地が怒り狂っているとしか思われないと。下半身をコンクリートの壁に押しつぶされて母親に助けを求める、女子小学生や救援の食料が届かずにですね、餓死寸前の幼児の様子に思わず胸が詰まる。こんな悲劇は本来あってはならない。大失教には一切の諸天善人が一国を見捨てるならば、民は為政者に離反し、大火災や、悪風防水によって多くの人民が命を失うと説いている。ではなぜ国と民を守るべき諸天善人が国を捨て去るかということに対してですね、立正暗黒論に、陽みな性に背き人ことごとく悪に帰すと。ゆえに善人国を捨てて愛さり、商人ところを辞して帰らず、ここをもって巻きたり木来たり幸い起こり難起こると。新編御書の234ページですね。とあり、人々が消防に背き悪法を信ずることが災害の因であるという。消防に背き悪道を信ずるとは、邪法邪義による方法ということである。立正暗黒論には、当時民衆に法華経を遮蔽確保せよとそそのかした浄土宗こそが一国の災難をもたらす元凶となりてですね、しかずかの万機を終戦よりはこの一教を禁前には、これも立正暗黒論の241ページですねと活発されている。一教とはですね、一つの悪事ということであるが、終祖の御門には民衆を苦しめ社会に災難をもたらす最大最悪の根源という意味が込められている。では現代における一教とは何か、それは言うまでもなく、邪教池田創価学会である。その理由は、一に大聖人ご出世の本願たる本門会談の第五本尊から離れ、第五本尊を否定していること。二に大聖人以来の唯一人血脂脈創上を否定していること。三に僧帽たる御須聖人に、敵対しですね、誹謗中傷をしていること。四に偽本尊を作成販売していることである。これらのどれ一つをとっても、日蓮大聖人の仏法を根底から崩す大方法である。まさに創価学会は諸天の怒りを買い、災難をもたらす最大の悪業集団である。しかも狩猟の池田は、宗門を離れた学会が方法団体になることを承知の上でですね、会員を大枠しつつ仏法破壊行為をさせていると。今月は全国のプレ大会の卓美を飾る東日本決起大会が行われる。これはね、平成20年6月に、水島御尊師が書かれた投稿なんですよね。この時期はこの
全国ですね、北海道の決起大会とか、西日本決起大会、九州決起大会とかね、まあ、正式な名称は忘れましたですがね、まだまだ北傾向はですね、小さい組織団体であった時に決起大会やったっていう歴史があるんですよね。この当時学会はね、ブー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 、悪口言ってましたよ。北傾向って老人クラブだとかね、今反対に創価学会が老人クラブになってるんですね。桜の木が ないとかね、そういうそのなんていうかね、根も葉もない嘘をね、言っていったわけです。こういう時にね、大きな5000人から集まるような大会をやったんですよ。大阪ではね、関西では、京セラドームですね、大阪ので、約あれ何人ぐらい入ったのかな、5000人も入ってんでしょうね、5000人以上だね、集まってやったんですね。まあ、ちょっと話それましたけど、ですが、我々は全ての妨害や障魔を粉砕し、決起大会を大勝利で、喜びたいと。この勝利が後半の釈風船の成果に大きく関わってくると御数日の商人芸家はご指南されている。その通りですよね。小さな小さな、ホケコが今もう何十倍って膨らんでですね、ホケコインが増えていて、本山も栄えているということでありますね。こういう事実をね、何にも知らないね、創学会の人、騙される人にね、本当に分かっていただきたいですね。決起大会を勝利して、真の民衆救済、世界平和の大仏法、ここにありと世間の人々に訴えていこう。そして地道な釈福下手の実践を決意しよう。そこに決起大会の意義があると。これは平成、20年6月号の、信仰の指針のご尊師の投稿でございます。そこでこの現代の一教とはね、池田創価学会だと仰せですけれども、今どうですかね、新型コロナウイルスどうのこうので大騒ぎしてんじゃないですか。同じですよね。現代の一興、池田大作の地獄ガキ畜生修羅会がね、もう最後のこの魔の力を発揮してですね、日本国内および全世界を恐怖と不安、そういうものにね、やっているわけですね。ね、これは必ずね、収束する時が来ますよ。それは私は個人的な意見ですけどね、池田大作がもうすぐ死ぬ時、その時に収束すると思います。今日は以上ですけどね、とにかく創価学会はおかしいと思っている方今いっぱいいますよ。ただなんか今までの人生のしがらみとかね、人間関係がどうのこうのくだらね、小さい世俗のことで地獄に落ちちゃうという人が結構おられるんですよね。どうぞこの音声動画をお聞きになった方で勇気ある人は連絡してください。私は大阪市住吉区、在住の黒川実名です。所属の寺院は妙林寺、手塚山にございます妙林寺の一信徒でございます。また私の友人で、東京にね、住んでおられるちゃんとした方が男性ですけどね、おられますので、東京関東方面の方も、脱会したいという希望の方、脱会するにはどういうふうな手続きが必要なのかとかね、細かいことを知りたいという方はね、遠慮なくお電話ください。私の電話番号は下のですね、メモ欄に貼り付けておきます。スマホでね、見てる方はね、いつも私、下のメモ欄に電話番号をうんぬんと言ってますけど、どこにあるんですかって、ね、聞かれる方がおられるんですよ。これはね、今ご覧になってるスマホでですよ、ご覧になっておられる、画面の右の下ですね、ちっちゃな逆三角形の印がありますね。ここをタップしてください。そうしますと参考動画とかね、私の、携帯番号が出てまいります。今日は以上です。それではまたお会いいたしましょう。